川崎フロンターレ、アソウグラウンド川崎フロンターレ、新クラブハウス2016年1月27日、川崎フロンターレ、旧クラブハウス川崎フロンターレアソウグラウンドは、神奈川県川崎市浅尾区片平にある、J リーグ川崎フロンターレ所有の練習場。前身は、大東学園高等学校のグラウンドで、1999年5月に完成。クラブハウス、 天然芝グラウンド、人工芝グラウンドがある。ちなみに、ここに付設された人工芝、フィールドターフは、日本で初めて導入されたハイテク人工芝として、話題を呼び、その実績から、東京ドームや横浜スタジアムなど、プロ野球の野球場でも使用されるようになった。なお、所在地名でもある、麻生は、誤って麻生と読まれることが多いが、正しくは、麻生である。 旧クラブハウスは、平屋のプレハブ建築だったが、2015年1月15日、武田信平社長より、クラブハウスの建て替えが発表される。新クラブハウスは2016年2月1日竣工。2階建てで、床面積は、旧クラブハウスの約2.6倍となる2127.89平方メートル。ロッカールームやトレーニングルーム、風呂だけでなく、 ラウンジやテラス、仮眠室などを備えている。風呂にはジャグジーなども備え付けられている。ありがとうございます。